どうも、こんにちは。デミッコテイ。よしょ。はい。<laughs> はい。編んできましたよ。はい。これもまた昨日の今日でございますよ。はい。どんどん編みました。はい。ね。このぐらい。で、今ちょうど、どんぐらい編めたかっていうと、29.5ミ、mm、リです。というわけですね。これ。こんな色の。 感じになってるわけですよ。でさ、私さ、ちょっとさ、ちょっと残念だなと思ってるのが、このブルーね。このブルーがさ、私さ、色見本見てみたのよ、この糸の。そしたら、ブルーも結構な幅があってさ。で、要はだから、この次ね、まだこんだけ残ってるんだよね、この,このぐらい残ってるんだけど、でも,も今日、ここでストップするんだけどね、うん、しゃーない。ここでストップするんだけれども、この次にこのブルーが来るんですよ。でこのブルーの幅が結構あってさ、見たらさ、 結構長いのよ。でさ、なんでここがないのよって。<laughs> ブルー好きなのに、なんでブルーがないのよと思ってさ、しまったと思って。っていうのも、最初にこれを買いに行く前に色見本を見た時に、これあれなよあのよ、ラングヤーンのね、糸でしょでラングヤーンの糸でラングヤーンのサイトで色を確認したらさ、そこのさ、見本色見本はさ、ここ、この、 このブルーとピンクのとこまでちゃんと乗ってなくって、この辺ぐらいまでしか乗ってなかったのね。ここのちょい、ちょいこの土留め色から、この綺麗なこのグリーンのね、この薄いグリーンのところまでぐらいしか色がなくて、そんなもんなのかなと思ってたわけよ。で、私お店に行って、こうパッと見たら中の方にこのブルーのがあったから、ああ、ブルーもあんだ、ピンクもあんだ、なんて思って。でもまさかさ、このブルーが結構あってね、 これでもってできてるのと,とは分からんかったからまあブルーはちょろっとなのかななんて思ってたんだけれども別のサイトの色見本見たらさブルーの幅結構あんのよあれやられたと思って <laughs> ロットロットじゃないやその玉によってだから全然色の出方が違うっていうかその幅幅地どこでき要はだから 50g のなめとだっけこれ180とかだったかな 180だよ 50g の 180m あるんだけど 180m の中にこのワンサイクルって言ったらいいのかなこのグラデーションのねこのワンサイクルが入りきってないってことなのよ、うん、何それと思ってさ、うん、まあまあいいんでしょうがないんだけどさそれはさだからもう一個買おうかなと思ってこうお店見に行ってでこの番号を見てでブルーがいっぱい入ってる糸をちょっとねもう一個買ってこようかなと。 これでね、また別の、なんつうの、同じタイプのやつで、別の柄でやるか、ちょっと同じでやるか分かんないけど、多分別の柄でやるんだけど、もうその柄はこれにしようかなって考えてるのがあって、まあ似たような感じなんだけど、まあでもやっぱりクラシックな感じの柄で、ちょっと一つやろうかなと思ってて、だからね、うん、買ってきますよ <laughs> 買ってきます、また。うん。また買ってきて、うん、やろっかな。 そしたらね、同じのだったらこれもちょっと途中にさあ、ちょっと短いのが出てきたけど、これも入れ込んで、多分そっちの方がちょっと色の方をね、いっぱい使いそうなんだよね。模様的に。うん。多分ね。どうかなあんまり変わんないかないや、使うな。うんうん。使う使う使う。色の方がちょっと使うんで、いやー、どうだろう。二つぐらい買ってきちゃおうかな。 いやまあかかんないけど、うん、わかんなないいけけどどねまあでもそんな感じなんでちょっとうんもう一玉このブルーがいっぱい入ってるやつ使いたいなってだってピンクもきるだけどさブルーがあってその次にこれが来んだよだって綺麗じゃないこのぐらいまでのやつうまいことこんぐらいのやつが来てくれたらい,いいなあなんつって思ってんだけどまあそれはいいとしてまあいいとして。で 今日はですね、29.5センチまで編んできたということなので、あと最後これ、白で、筋編みをするのみになってまいりました。で、え、もう終わりじゃん。じゃあ何するの今日今日仕上げです。仕上げをどうやっていこうかっていう話でございますよ。はい、仕上げ。え、何仕上げやることあんのありますとも。ね。これ今日フリンジにすんですよ。フリンジ。さあ、じゃあどうやってフリンジをやっていくかっていうのを今日メインにやっていくわけですけど。はい。なので、最後の段。 ね、最後の段は白で始めたので白で終わろうと思いますよということで,でそれでちょっと引っ張ってこうやってはいで最後の1目目はやっぱり細編みなんだけどねやっぱりね普通にねで2目目からは全部筋編みで終わりにしていきますよいやそれでさねそれでまたいろいろサイトを見てたんですよちょっと毛糸欲しいかななんて思いながらねうんっていうのもさ やっぱりそのパリのお店で売ってるのもさほら限界があるじゃないですか全部置いてないもんだからやっぱりちょっとネットを見るとあこれもあるかあこんなのもあるかあこっちの色もあるなおこれもあるなみたいなねで結構いいサイト見つけちゃったのよ実は今まで一度もあの買ったことのないあのなんつうのインターネットでお買い物できるえー、っと何毛糸屋さんねうん。 そういう見つけちゃってさ、バーっと見たら、まあ、基本的に私が使ってるやつを、まあ、結構網羅しているところで、しかも、いつも私が買いに行く店よりも、若干安いのよ。まあ、送料は、えっとね、65ユーロ以上買ったら無料なんだけど、まあ、買おうと思ったら、そんなのすぐこすからね。うん、そう。 だから、えっと、でもまあ65ギリコスぐらいにしておかないと私、あの、ほら、あの、月々のお支,いお支払いがね、できなくなっちゃうんで。<laughs> なので、えー、っとまあ65ユーロギリギリぐらいでちょっと買いたいなと思ってんだけど、そのサイト見せたら欲しいのがいっぱいあって65どこじゃ収まらないわねっていう感じなんだよね、実際はね。うん、実際は。 まあでもそのぐらいの抑えてこないとね。で、日本に行った時もまたケイト買う予定だからね。うん。だから何のケイト買おうかなとは思ってんだけどね、日本で。うん。だけど、基本的にはまあ、あれかな、百均中心に、みたいな感じにもしかしたらなるかもしれないけどね、日本のケイトは。まあね、日本行ったら日本のケイトをね、買いたいですからね、やっぱりね。そうなると、まあ、いろんなとこ見て回って、まあ、お店ももちろん見て回りますけど、でもまあ、百均とか。 ねちょっと今こう幅をね確認しながらちょっとどんぐらいの強さで締めていこうかっていうのをちょっと見ているんですけどまあ普通に編んだら大丈夫かなはいそうだからねちょっとね100均ケイトももちろん買う予定でいるしねそうだから またちょっとまあ私はほらもともといつも言ってるけど在庫そんなにすごい持ってる人じゃないんでみんなみんな見たみたいにねきっとうんだって持ってる人すごいでしょ私そんなに持ってないんですようんそんなに持ってないからだから、うん、まあまあまあ買ってもいいんですけどまあ日本ではちょっと使いたい系と100均中心にちょっと買おうかなとは思いますけどねでも100均中心にってってもそんなにバカバカ買わないと思いますけど持って帰ってこなきゃいけないからねうんそう でもなんかこのあのー、このコットン糸はちょっとねベビーコットン気に入ったんでもうちょっと強く編もうかなちょっと広がってるよねちょっと待ってねもうちょっともうちょっと強く引き締めて編むわそうだから えっと、まあこっちでもねでその,その安いサイト見つけたから安いって言ったってほんのちょっとですよでもほんのちょっとでもさ例えばさ1玉20円ぐらい安かったとしたってそれ10玉買ったら200円だからね言ったらねほいだら結構さあできてくるしあのソックヤーンなんかだと50円ぐらい違ったりとかしてさ結構なさじゃない50円って言ったらさねソックヤーンいっぱい買ったら50円なんてねうん。 ででそのの浮いいたたお金で他の系と買えたりするじゃない、うん、コットンの糸なんか安いわけだからさ、うん、そしたらコットン糸もう一個買えたりとかっちゅうぐらいの値段にはなるじゃんそれ考えたらねやっぱりちょっとでも安い方がいいよねで送料もね普通に買って65ユーロまで行かなきゃ66ユーロかかるって書いてあったけどまあ65ユーロなんてすぐだわねすぐ行っちゃうわだから ちょっとそのサイトで買ってみようと思うんだけどさスペインの、えー、とお店なんだけどまあでもあのヨーロッパ圏内もちろん送ってるんでフランスも,ちも問題なくもちろんその金額で送ってるんだけどねまあフランスの金額が出ててフランスだと6ユーロって出てたんですけどねいいんじゃないと思ってさ、うん、ちょっとドキドキなんだけど初めて買う時ってやっぱりドキドキなのよねそのサイト。 大丈夫ここと思って評判なんか見てみたりとかしたんだけどまああの評判は悪くはないないかなっていう感じっていうかその問題ありってこのサイト問題ありってこのお買い物のねサイト問題ありみたいなところには全然出てこないんでえじゃあ大丈夫かなと思ってねうん。で結構糸の種類も多くて手広くやってるからまあ大丈夫なんじゃないかなと思ってなのでそこでちょっと今度ね近々近いうちにオーダーしてみようかなと思うんですけどそう。 そうまあねオパールはもちろんそこでは扱ってな,なくて本当オパール扱ってるところって少ないんだよねこっちはねうんなのでまあそれでもなんか面白そうな糸もちょっと買ってみようかなとかねいろいろ考えててまあ今さっきずっと見てたんだけどまあ毛糸見てるとすぐ時間経っちゃってね困っちゃうんだけどさ、うん、まあでもあの何つったらいいのかな私的にはこの、えー、と仕事の一環ですからっていうことでねうん。 そうそうそう,そういいかな、うん、大丈夫だねこんな感じでこのぐらいの感じで編んでいったらいいかなと思いますいやほ本当だけどなんかあのー、あれかな日本のさ例えばさ私使ったことないかちょっとわかんないんだけどさあのコットンの冷水の糸も買おうかなと思ったわけで,どこ,でどこだっけダイソーかダイソーに置いたいじゃないですかあれって使い勝手いいですかね ね、いつも行って買おうかどうしようか迷うんだけどどうなんだろうこの糸と思ってまあコットンの糸だから普通だと思うんですけどねえどうなんでしょうね使い勝手いいですかねだただねそう前回行った時も見たんだけどうちのお店があんまり置いてないせいなのか色がさあんまりなんかパッとしなかったんだよね私が前回帰った時のうちの近所のダイソーで見た時にはちょっと色がなんかパッとしなかった。 だから、ね、うんどうしようかなと思って買わなかったんだけど使い勝手的にはどうなのかなと思ってやっぱねこっちほら私使ってるコットン糸使ってるっていうかまあ、えー、とこの前買ってきたやつも、えー、とシェープイエスのやつで発色がすっごいやっぱりいいからさねだからどんな感じなのかなっていうのがやっぱり心配心配中かね買ってみて、うん、うんって言うんだと困っちゃうからね、まあ。とにかく今回帰ったらまず100均を行きまくって。 行きまくって,っていうか100均でとりあえず毛糸を見てみてで自分が使いたいなという意図があったらまず100均で買っといてでその後まあえっと普通の手芸屋さんにも行ってもちろんねうんでいくらか買おうかなとは思ってるけどいやどんぐらい今年は今回は買って帰るのかな。ただだ時期が夏かからさ冬用の系統とか ねどうなんだろうねあんまり置いてなかったりするのかなそんなことないよね年ら年次置いてるよね普通にねね普通に置いてるよね多分大丈夫だと思うんだけどただ新しいねその時期の新色とかそういうのはねもちろん出てるだろうけど冬用の糸だって全然ないわけじゃないはずだからだからちょっと期待してるんですけどどんなのが買えるかまあでもこっちでもまた買ってみますよねいろいろ買ってみて。 で今年夏に使おうと思ってる糸とかね考えてるものこういうの編みたいなああいうの編みたいなあるからさうんだからそれを踏まえてうん買おうかなと思うんだけどいや見てるだけでどんどん時間が過ぎちゃうからねっちゅうことでここまで編んでまいりましたはいこれで終了でございますよこのね これの続きもね次続けて2枚目3枚目編みたいんでまあ近いうちに買いますよ、うん、まあ近いうちに買いますけどうちの家人がまた電話してて声が聞こえてるかもしれないこれ絶対入ってると思うんだけど、うん、すいませんね本当に。うに、ん、電話ばっかしてんだよね仕事関係の電話がい,いつも来るからしょうがないんだけどさはいじゃあここ最後1目編んでキュと締めて で、で、これで終了です。はい。終了。はい。さあ、じゃあね、これでね。えー、っと、これで一応編み上がりです。編むのは終了。これで、バシッと。ね、幅もきっちり、ちょっと待ってね。測ってみようか。で、とりあえず、編み始めのこの下のあたりが三十七点五。フリンジ抜いた。 サイズで 37.537. 大体54ぐらい大丈夫ほとんど変わんないっていうことになりますこれではいあっちょっと、ま、真ん中の方も測ってほしいしようね真ん中の方37.6あれ <laughs> あれ真ん中少し膨れてねえかまあいいかねそんなもんですよまあ見た目そんなに大丈夫ですはい大丈夫ですどうせフリンジ付けんでさあじゃあフリンジの処理をねどうやってやっていくかってことなんですけど これちょっと見ていただくとわかると思うんですが、これ編みながら今回はもう全部こっち出す方向ですでに編んでるんですね。これ裏が綺麗だよ。裏綺麗だね。<laughs> まあいいか。はい。で、それでどうするかっていうと、このフリンジをフリンジらしくせしめるために、こっちはもうほとんどばら、ばらけてるんですけど、糸を全部こうやってばらけさしますわ。ね。こっちはもうあの、最初の編み始めのところでぐちゃ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 いじってる間にこれほどけてき,き,きてるんで、なのでこれはほ,ほとんど綺麗にもうこうね。 ほどけていると思いますはいであと最後の部分ねこれをこう針でも何でも一番いいのはあれだよねあれなんかいいんじゃないのあの猫の毛ほどあの溶かすやつとかさ細い <laughs> ああいうのでやったら早いんじゃないのわかんないけどこうやってだからほどいてあげるだねこうやって全部そうするとこう割と何て言うんだろうその毛のいくところが何て言うのかな割とあっちこっちいくもんで 平均的に横にこう流れてくれると思います。はい。想像するに。で、なぜそんなことを言うかというと、こっちなんですね、問題は。これ見ていただくと分かると思うんですけど、いくらかこっちほどけてるんです。ほどけたやつは、自然にこう流れてますよね、こっちに。こう、こっちの横の方向に。でもそうじゃないと、糸を結んだ方っていうのかな最後結んだ方で、ちょっと上に伸びてるじゃないですか。上にこういってる感じがあるじゃないですか。でこれをほどいてあげるんですよ。 で、これをほどいてあげると、これ下の方はこう横に流れてるじゃないですか。ね。まとまってない分、糸がこう柔らかくなる。細くなって柔らかくなるんで、横に流れるようになるんでございますよ。ね。それを期待してこうやって全部ほどくですよ。ね。全部ばらけてあげれば、これがこう、なんつうの上方向からこう横方向に流れる感じでいくんじゃないかなと。思って。 そういや行くと思いますよ多分うん大丈夫はいというわけでこうねサク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 これをちょっとほどいていきたいと思いますでほどいた後に長さを揃えてカットすればいいんじゃないっていうね感じですよはい今回はこんな風に、えー、フリンジにしてみますよねフリンジが合う糸じゃないですかこのコットンのこういう糸っつうのはねうんでさらにこれベビーコットンで何ていうのこの 寄っもともとの糸がもっと細いじゃないですかね細いからなのでこれをちょっとほどいてあげますよはいほらどうよちょっと横に流れる感じになるでしょねだからこれをちょっとやりゃ私はこれで十分だと思うんだけどうんこれで。 最初は、これがどうしてもこういうふうにこうばらけさせられない毛糸っていうかばらけさしてもあんまりその何て言うのかな細くないやつとか、うん、そういうやつはあのこの間にねこうやって、えーっとね、こういうこうやって端,端切れっちかこの間間にもう一つこうやって入れればいいんですよ普通に。あの引っっ掛けて、てこうやって普通にフリンジを、ね、足せば こいつはこうまっすぐに止まるんでそうすると周りのやつもこの流れに従ってまっすぐになってくれるんでどうしてもこう何て言うのかなあのフリンジがこうやって細かくできない毛糸の場合はあの間間にこうやって入れていくといいですよ入れていくとまっすぐになりますよ、うん、それは実際私もう以前やってるんですけど、うん、そうやって間間に入れておけば間間に入れたやつがまっすぐに流れるんでその流れに沿って他のやつもまっすぐ行ってくれるんで。 ここの斜めににう上上がる感じは気にならなくななくります、はい、なのでフリンジにして、えー、使う場合にはどっちかですけどねこれ細かい場合はこうやって崩してもらってで細かくない場合はそうやってあのフリンジを足してあげる間間に1、うん、つずつ入れてあげれば大丈夫ですよちゃんと横に流れるようになるんでうちはさもうさこのばらけさせる用のやつなんてなん,ななんかえっ、ー、と 櫛でもももいいいののかかしれなけけどねね引っっちょっと心配だから、ね、やっぱだから猫のあの細いさ今はそういうのはあんまり使わないのかなわかんないけどね昔はさこういうほら人間の櫛みたいなちっちゃいやつでさもっとすっごい細かいやつでこのぐらいのサイズのやつあったじゃない猫、ね、の毛とかすやつあのぐらいのサイズのやつがあったらいいよねうんそしたらあのあれじゃないの、あのー、こっち引っ掛けないように注意して注意しながらなんか。 でできそううななな感じもしないでもしいいいいけどね,ねえ今ああいうの使ってる人いる人のかななんかあんまりなんか猫のチャンネルとか見ててもそういうのを使ってやってる人ってあんまり見ないんで、ね、え昔はああいう感じだったけど今は違うのかな違うやつ使うのかなわかんないけどね、うん、あそっか手袋とかあるもんね今ねなんかねガサーッつってこうやって溶かしてあげるやつ。 ままあ、まあでも、ね、ゆっくり時間かけて丁寧にこうやってね針でねほ,どほどいたっていいわけです別にうんそうそういいんですそれではい余計なもの買わない <laughs> 余計なもの買わないもの増やさないはいものは増やしませんはいはいというわけでこんな感じで端っこまで、えー、できましたけどこちらピローンってなってこれがピローンってなるんですけど こいつのこいつの端っこだけはちょっと気に入らないねこの方向ねどうにかならないかしら一番最後じゃあどっか通そうかなこういってこういこうかなはいこういうのは流れを見て入れる場所はこう縦のこう細編みしたところの縦のこの V ありますよねちょっとここの間から左にちょっと流してみようと思います。 い糸バラしちゃったから <laughs> バラしちゃったからいっぺんに入らないかも入った入ったねこれはちょっとこっちに流してみたらどうあいいんじゃないほら、ね、こういう感じで落ち着きましたはいねこっちはどうかなこっちは普通に通しただけなんだけどこっちの角をちょっと上げといて引っ張って上げといてまあこれはこっちでいいかなこのぐらいではいいいと思います はいこんな感じでフリンジが一応解けましたじゃあこれをカットしようかなカットドキドキするよねカットドキドキするよね長さ揃えなきゃいけないけどまあでもあのそんなにねあのあれですわあの厳密にほら綺麗にカットする必要もないっちゅうかなのでまあなんとなくちょっとこう。 飛び出たやつだけこうなんとなくカットするみたいな感じでいいんじゃないかなあんまりまっすぐのになるのもちょっとあれじゃないねえこんな感じでちょっとこうなんつったらいいの飛び出てるやつだけをねなんとなく切るみたいな。 でちょっと短いのがあったって別にねこう、ね、いうのはうほんと手作りですからねちょっと揃えてあげる程度で平均的な長さのとこでこう揃えてあげる程度でいいんじゃないかなおやっと電話わった投 <laughs> 長いよ電話が <laughs> 本当にこういう感じではい あえてこうなんていうのかなこうピャーとまっすぐにならないようになんとなくこう飛び出したやつだけをこうなんとなく切る感じでこんな感じかなはいでこっちもねちょっとそんな感じで切っていくんですけどさあ長さちょっと待ってよしはいこれ長さがちょっとねこんな感じで。 こっちの方が長めになってますからねちょっと気をつけて切らないとこういうのってさ長めになってる方がさあの切ってみたらさなんかあらもっと短くなってたみたいなことは私的にはちょっとよくあるんでちょっと長めにし長めにちょっと最初カットしていきたいと思いますはいこんな感じでちょい長め長めだね 長めそうだねじゃあさらにあとほんのりほんのり本当に1ミリ2ミリ1ミリかな1ミリ切ってくるそのぐらいでどうよあいいんじゃないいいんじゃないこんな感じでいいんじゃないこれをちょっとだからまたこうやってちょっとバラバラにして長さ。 あんまり揃ってる感がないように揃ってる感がないっちゅうかなっちゅったらいいのうんそんな感じでこうであんまり飛び出してるようなのがあったらまあちょっとカットする感じのねあれであいいんじゃないあこっちこいつちょっと,ょっとこいつ長いこいつ長いいつも長いはいいいんじゃないですかねはい こんな感じになりましたよろしいんじゃないかね同じ感じになったと思いますだいたい、えー、短く切りすぎたかななってないよねだいたい同じっていうことではいじゃあねちょっとねこれペロンとなってるでしょペロンとなってるでしょちょっとねこれをねブロッキングしてこようと思いますはいちょっとアイロン使ってブロッキングしてこようと思います やったはいはいアイロンやってきましたはいでこんな感じでピシッピシッという感じでこうなっておりますはいでこの方向もね少しこう強制する感じでねこうかけてきたんですけどねこれやったらほらちょっとこれ出てきたよあのこういう毛が。 こういういが出てきたんで、し,ょし,ょしょちょっとカットしてねまたねこうやってなんとなくなんとなくあいいんじゃないなんかちょっとガタついてんなおい <laughs> ガタついてんなおい <laughs> まあいいやはいあこアホ毛みたいなの出てくるからねはい。アホ毛みたいなの出てきたら切ってもらってはいこんな感じでよろしいかと思いますクリーンってなったらもねブロッキングすればこういう感じになりますからちゅうことでございますというわけでこれはこれでいいんじゃないでしょうかはい 完成。Yeah! どうすかね、色的にはね、綺麗だよね、やっぱりね、グラデーション綺麗だね、やっぱりね。いや、だから、本当にさ、私、グラデーションの糸って、うんと。今、なんか、今、今ってわけじゃないと思うけど。段染めの方が、なんか、多い感じなんだよね、私が今、サイトいろいろ見てても。 コットンの糸もそうだし、まあ、もちろんウールの糸もそうなんだけどどっちかっつったら段染めのもやっぱり断然多くて、えー、っと綺麗なそのグラデーションっていう糸はさあんまりないんだよね実はね。うん、でだから、えっとまあ、もちろんありますよグラデーションで綺麗なやつもあるんだけれども。 なかなかなんかこういう風にちょろっと使えるやつではなかなかないっちゅうか、うん、だってそれ以外にもなんかシェイプイースの糸とかでもさほらあのー、ホイールとかってねあるじゃないですか、ね、ホイールって言うんだよねあれねあれなんか綺麗なグラデーションだったりするんだけどまあ、なんつーの何色も混じってるやつあるじゃないですかあれなんかはさもう色がさもいろんな色混じってっからなんかもう、私的にはちょっと使いづらいわけよ。<laughs> そういういいんんじゃないんだよ私が欲しいなって感じなんだけどでもあれってやっぱほらピッチも長いじゃないうん。だからなかなかね、あのー、パパッとこうああじゃあいっぱい長さあるしじゃあパパッと使おうなんていう感じで使えるようなもんじゃないじゃないなんか一つねショール編むように使うみたいなああいう感じになるからでそれ以外のやつだとグラデーションと段染めがこう混じってたりとかねするやつもいっぱいあるしじゃあ一番だよあのグラデーションだけが欲しいんだよっていう時になかなかなくて。 だからね最近ちょっとな,ないなかなか系統屋さん探しに行ってもなかなかないのよ綺麗なグラデーションがうんなので,、えー、でそんな中でねだからこの何て言うのラングヤーンは結構グラデーションがあるんでまあこれからもちょっといろいろな系統を使っていこうかなとは思ってますけどもというわけでえっ、ー、とーまあ今回もね うーんなんだかんだ喋りながら最後だけはきちっと締めようぜなんて思ってたんですけど締まっていくかどうかも分かんないんだけど、まあ、とりあえずこんな感じで仕上げてみました皆さんこのなんつうのあのフリンジの仕上げの仕方ねあねもし平編みをにして使おうっていう時にこの毛の方向がっていう時はねこっちはいつも言うようにこう引っ掛けてここをね出してあげてこっちが右側に来るように出してあげるのと、ね、そしたらこっちはまっすぐ大体い,たい行くからね でこここっち側はまあ、こんな感じでこうほどいてあげればいいいよとでほどいてあげてでほどいてあげてもなんかえっ、ー、とあれだわってちょっとこ,こんなに細かくないからほどいても大してなんかあのなんかちょっとここ短いわね、うん、まあいいかねいい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 な,ならここにそらえてもうちょっと切るかまあそれは後でいいとしてまあいいや説明してるからねでほいでえっ、ー、とどうしてもこう毛が上方向に流れ気味になるんだってそれが気に入らないんだっていう時は。 もうこの間にねこことここもう全部よだからこの全部じゃなくてもいいかなでもまあえっ、ー、と平均的になんていうのパート寄らないんでねこう平均的にちゃんと入るようにするんだったらこの間に全部入れた方がいいわねこの間こう広げてこの見やすいところがいいねえー、見やすいところどこが見やすいまあどこも一緒だはいね この最後に細編みした V があるじゃないですか。この細編みした V の、ここの片側ね、これ全部取らないで片側1本。えー、っと、ここ。ここ。ここ。ここに、今やろうか、ちょっとね。ここ。ここの細編みした V のこの1本のここね。 ここにこう通してあげて、通す方向は、こっち、こっち側から糸2本。向こう側から、下から、こっちの方向にこう出してあげた方がいいです。こういう方向で。まあ今針入れていからあれだけど、普通だったらこれ引っ掛けて出すでしょで。こういう方向で入れてあげて、向こう側からこっちにね。で、それで普通に、 こうやってあげて、これでいいです。これ針入ってからあれだけど、こう。で、この間、間にこれを全部入れてあげれば、これのついた方向は、この横の方向に流れるんで、こいつらは全部その流れに従ってくれます。他のやつらが。お隣にいるやつらが。この流れに割と従ってくれる。従ってくれなくたった、かったとしても、 まあ、ワシャ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 した感じになるんで、これが全部こっちに流れてるっていう感じじゃなくなります。はい。なので気になる人はこの間にこうやって入れてあげてください。そしたら割と横に流れますから。はい。うん。こっち行くのがここの止めたところで止められたりもするんでね。うん。だから大体でも私前やった時はこれであれで全部こっち側に流れたんで問題ないと思うんで、そ,のそういう感じで皆さんフリンジをつけてあげてください。 はい私は今回はこのままでいいと思いますなんか長さがちょっと気になるなちょっと切りたいな切りたいなねえここはあのちょっと長かったりするじゃんちょっとこれがこれはちょっと切るわやっぱりね切ってねこんなことやっていからどん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 短くなっちゃうんだけどまあアホ毛が出てたらまたそれも切っててねはいこんな感じでございますというわけではい あれここまでご覧いただきましてってやったっけまだやってないね。はい。というわけで、じゃあ本日も、えー、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。ということで本日はここまで。じゃあ、さよなら。はい。というわけでおやつタイムでございます。本日ご用意いたしましたのは、 これはもう有名なお菓子ですね。フランスのお菓子です。皆さんご存知でしょう。こちらでございます。あ、いて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 。あ、ちょ、肩が。あ、いて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 て。あ、いていて,いて,いて。よし、はい。ちょっと遠いところに置いてて。<laughs> ちょっと痛かった。はい。こちら。本日ご用意したのは、こちら。はい。これも、フランスの今では有名になったお菓子でございますね。マーキャーホン。でございます。はい。 マカロン、マカロン、日本では言いますけどね、フランス語の発音をさせていただきますと、マーキャーホンでございます。はい、いやね、お食べ飽きたよっていう人もね、いっぱいいるかもしれない。実際私もね、もうね、食べ飽きてる。うん、マジで食べ飽きてる。だけど、またうちの家人が持って帰ってきたわけですよ、こうやってね。 美味しいは美味しいですよ。美味しいけどね、まあ食べ飽きた、はっきり言って。うん。だからね、もう今はね、ほんとね、いろんな味をね、そんなにもう食べようという、なんていうのか、探求心みたいなもうなくなったね、うん。まあ皆さんいろいろマカロンに関してはね、思い出あると思うんですよ。私もその辺をね、語りながら、ちょっと食べていこうと思うんですけど、今回ご用意しましたのは、ちゅうか残ってるやつなんだけど、ほんとはね、もっといっぱいあったの。ね、10個、10個、12、12、3個ぐらいあったのかな。うん。でももう食べちゃった。ね、マカロンっていうのはね、日持ちしないんです、基本的には、あんまり。うん。なので、作ったらもうすぐ食べるのが、 ね、その日のうち次の日3日3日もうったらちょっとあれなんじゃないのっていう感じで冷蔵庫保存しててもねやっぱりねその作ったばっかの、えー、味とかその食感とかそういうのがちょっと壊れてあのまた変わっていくんでやっぱりねできてお店に並んでその買ったらその日に食べるのが一番いいと思うんですけどまあまあもうねもう食べ飽きてるものだしそんなねあの厳密にねなんかもう一番美味しい時期なんつって決まって食べる必要ももうないお菓子っていう私にとっては。 なのでまあ冷蔵庫保存をね何日かした後のものなんですけれどもまあ食べたいと思いますよこれまあ実際いくつかあって食べたんですけどそこそこ美味しかったですはいあのー、マカロンはね本当にまずいところだまずいの本当にまずいの例えばあっ間違え食べながら行こうかまずチョコねこれチョコとバニラなんですで私チョコもあんまり食べないんだけど基本はもうバニラばっかりです今はもうバニラが一番好きなんですよ結局うんアイスクリームもそうなんだけどバニラ大好きなんで もう基本、あのマカロン買うって言ってない顔かなって言ったときに、まあ、基本もうバニラですわ。ね。だけど、チョコから食べます。はい。まあ、こんな感じになってますね。まあ、ちょっとひばれてるけど、ねち、ちょっと一口食べますわ。ね。とりあえずチョコ。ね。食べます。チョコ。うん。うん。うん。まあ。まあ、普通にチョコですわ。うん。大丈夫。このメーカーはね、メーカーとかどこのメーカーか知らない。メどこのメーカー知らないけど。 まあ、ここのマカロンそこそこ美味しいです。うん。普通に美味しい。うん。でもね、やっぱまずいとこまずいんよ。でね、まあ、パリでマカロンで有名なお店、日本にももう今出店してるからあると思うんだけど、有名なお店でラジュレーってあるでしょ。まあ、そこが一番美味しいとかも言う人もいるけれども、いや私ね、フランスに着いた時にね、 まあとりあえず買いに行きましたよ。食べに行きました。うん。お店にも行って、あの、ティーサロンで、まあ、こっちで言うとサロンドテですけど、うーんと、お茶もしましたし、えっ、ー、と、ケーキも食べました。まあ、美味しいですよ。むっちゃ甘いですわ、でも。うん、ラジュレはむっちゃ甘くて、私的にはね、その、アロマ、その香り付けっていうのが、結構、ちょっときついかなっていう感じがして、で、ラジュレはね、ラジュレの味なんですよ、やっぱり。不思議なことに。 あのー、これはね、癖ないからどこの味とかっていうのはね、特にないんですよ、こういうのって。だけど、ラデュレのね、マカロンっていうのはラデュレの味なんですよ。うん。でね、最初の頃はまあ、美味しいかなと思ったけど、まあ最初食べたら美味しいですよ、むっちゃ美味しい。でも、いろんなところと食べ比べると、やっぱり趣味ってのがあるから、好みがね、出てくるんですよ。そうすると、ラデュレって結局合わない人も結構いるんじゃないかなと。まあ、私もそうなんで。 な初めてねじゃあマカロンを食べますっていう人にはすごいいいかもしんないもしかしたら、うん、だけどいろいろ食べ比べていくうちに好みってのが出てくるからそれでねやっぱりあそこのお店のマカロンが一番美味しいかななんていうふうにねその人それぞれ出てくると思うんですよただインパクトとして、まあ、代表的なお店なんでねやっぱりねなのでまあ人様にちょっと贈り物する時にねあんまりマカロンのこと知らない人だったりとかっていう人にはもうバーンと。 もうインパクト与えるっていう意味でマカロンみたいなね <laughs>。のでラジュレっていうのはありかなって思いますね。うん。今いくらすんだ一つね。これいくらすんだろうね。すっごい値上がりしたと思う。昔はね1個ね1.2ユーロぐらいだったかな。で6個買うと。 んなんだっけ5個買うと5ユーロとかなんかちょっと安くなるみたいなね確か1個単体で買うと1.2ぐらいだったような気がするんだけどね今1.5とかになってるのかなちょっと値上がりしてんだよねやっぱりねいくらとか知らない今うん全然今いくらとか知らない買わないからもうね買わなくなっちゃったもうこうやってもらってきたのを食べるぐらいで本当に買わなくなっちゃったんで。 でその後なんかいろいろ食べて食べ比べじゃないけれどもいろんなところのそのマカロンを食べるようになったら結局ねあちねどこのマカロンがねエルメピエール・エルメのマカロンも有名なんだけれどもあそこはもうすんごく味がいろんな味すごい研究しててっていうかまあもちろんラれレもそうだけどピエール・エルメはねいろんなもの出しましたねなんかフォアグラのやつとかイカスミのやつとかいろいろあるんですけど甘くなったらどうなるのって,ってだからそのフォアグラのマカロンとかも食べたんですけど。 うん、あフォアグラだって感じ <laughs> 甘いんだけどフォアグラだっていう感じでねで確かにそういう味するんですよ。ですごいあそこがねもうピエール・エルメはすごいやっぱり、まあ、どこもそうですけど研究熱心なんであのいろいろねあの知り合いが働いてたっていうこともあってねその発売前の,その商品をちょっと食べれる機会っていうのもあってね、うん、でマカロンなんかもそう当時はねまだマカロンがまだ大は行りに流行りの頃だった時期なんかは。 その商品開発をして店頭に並ぶ前のマクロン試食。マクロン,マクロンじゃないよマクロンなんか試食したくないよね。で、ね、マカロンを試食、うん、させてもらったりとかしてた。うん。でね、いろいろあってね、その、なんていうのあの、まあ、金粉ちりまめしたりとかもするんだけどさ。うん まあ,あれはあれでいい時代だったな <laughs> いい時代だったな確かになうんいやでもね私がでもマカロン有名店でね例えばそのねいろいろ有名なパティスリーがあるじゃないですかフランスのその中で有名店の中で私はまあ比較的ここのマカロンが一番私の口に合うかなと思うのはジャンポール・エヴァンねショコラティエなんだけどジャンポール・エヴァンのマカロンが美味しいと私は思う素直にうんうん エルメも美味しいけど、だから順番で言ったらジャンポール・エヴァン、その3つで言ったらね、ジャンポール・エヴァン、ピエール・エルメ、ライデュレって感じかな。その3つで言ったらだよ。でも他のものを入れたらもっと違うからね。っていうのは、実は私が昔住んでた田舎の方の町に、えっ、ー、と、何年か前に、10年ぐらい前かな、新しいそのパティスリーができて、 で、私たちはその時はもう住んでなかったんで、でも、その、うちの、えっと、家人の妹が、むっちゃマカロンおいしいから食べてみって言って持ってきてくれたんですよ。うん。あのー、買ってね。で、それを食べたの。そしたらね、素朴な味で、素直な味で、なんかもうアロマめちゃくちゃ使って、なんかこう、プンプンさせてるラデュレのあのマカロンとは違って、もう素朴で、本当に普通に美味しいっていう、本当に、 なんだろうストレートな美味しさ、うん、これこそなんかマカロンフランスのマカロン素直なマカロンみたいな感じでむちゃ美美味味ししかかっったたでですすよそれは、うん、あの素直にに普通に美味しかったですだからね意外とだからそういう感じでも、まあ、そんな有名なお店じゃなく,なくったってねあちこちで作ってるわけだから。 だから意外なお店、だから例えば田舎行ってみてねちょっとしたパティスリーがあったらちょっと試してみたりとかねそういうことしてあの美味しいお店って、まあ、そこそこあると思うんでねうん、そういう楽しみもあるんでだから地方行ったりとかするとやっぱりパン屋さんだったりとかねそういうのも分かんないじゃないですかだってね食べてみないと分かんないからで、レストランもそうなんですよみんなレストランもそうなのよ地方にあってね地方都市ちっちゃい町にあってなんか喋れたような格好してんけど一体どうなのっていうレストランがむっちゃ美味しかったりするんでうん。 まあ基本的にフランスはねやっぱりチェーン店以外のレストランっていうのはねやっぱ美味しくなかったらやっていけないよね日本もそうだと思うよだから店舗が多いところっていうのはやっぱりほら競争だからねからまずくってもずっとやってる店なんていうのはねそうそうなかなかあのないとは思うけどうんまあわかんないけどいやでも本当にレストランも一緒、まあ、お菓子もそう一緒もうとにかくあのふとしたこう田舎のねちょっとしたちっちゃい町とか村とかにあるようなお店がまあ結構美味しかったりするのはね本当あるんでね うんね、ほんと地方行ったらねまああのー、いろいろ試してみるべきだと思いますけれども、うん、そんなことならねマカロン私の大好きなじゃバニラ最後に食べたいと思いますうんやっぱねバニラ最高 <laughs> うんマジバニラ最高このつぶてん点々がバニラですけどねもちろんねむっちゃ好きなんだわバニラ私は だから、食べ物のね、そこのお店が美味しいかどうかって決めるときに、するその基本のものってた、試食する基本のものって皆さんありません私はマクロン、マクロじゃないってのだから、なんでマクロンとか言ってんのも、マカロンの場合はバニラなんですよ。やっぱり。ね、ラーメンが、醤油ラーメンを食べるように、うん。まあ塩ラーメンでもいいけど。でも醤油ラーメン美味しくて塩ラーメンが美味しくないってところもいくらでもあるから。 基本は私は、まあでも、お店の美味しさを比べるときには、ラーメンは醤油ラーメンを食べるんですね。マカロンはバニラです。うん。まあそんなこんなで、今日はね、あの、マカロンね、はい、食べてみました。マキャホンです。マクロンじゃありません。はい。はい。というわけで、まあ、まあそこそこ美味しいございました。まあ、このぐらいのあの、シンプルな、あの、素直な、えー、マカロンであれば、まあ、 時々食べててもいいいかなっていう感じですでもラジュレはねもう食べようと思わないねなかなかねまあお好みの人はねお好みでねそれ私の,あ,のあれですよ趣味に合わないっちゅうだけでございますからじゃあ次のお菓子は何だろうなっていうことではいじゃあまた次の機会に、えー、お菓子をまた、えー、ご紹介していきたいと思いますはいというわけでじゃあバイバイ